まさか負けちゃいました。はい、こんばんは。こんばんは。はい、ゆたかさん。はい、今日はサッカーです。ね、ちょっとすみませんね、本当にあの素人がね、これからちょっと偉そうに喋るかもわからないけども、素人目線プラス、はあ、中ではサッカーの試合をよく見てきたかな。まあちょっと携わってきた、来てるからね、息子3人がサッカーやってたからね。ということで、やってるからか。そう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 、はい、やってるからね。そういうこともあり、はい、ちょっとサッカーのこともお話ししてみようかなっていう。まあ好きだしね。うん。だって趣味サッカー観戦って書いてあるもんね。はい、はい、FIFA ワールドカップカタール大会2022、うん、はい、ね、盛り上がってますよ。盛り上がってるよな。これなんでって言ったら、まあ初戦ドイツに勝ったからね、うん、で日本対コスタリカ、まあ結果から言うと0対1と、はい、ね、シュート14本に対して4本しか打てなかったんだけども、うん、まあその1点がねゴールになったという、うん、まあ全体を通して試合を、はい、うん、一言で言うなら、まあ入り方だよね、うん、まあ、た例えばそのドイツに勝って逆転勝ちして、うん、まあ勢いを追おうとする日本と、ね、コスタリアが 0-7 で負けたという ね、 ね、スペインにね、まあ、確かに強豪国を7-0、まあ、ショックだったと思うんだよね。そういう意味では、うん、まあ、ドイツもスペインもすごい強いっていうふうに言われてる国に対して真逆の結果で挑んだ2チームっていうことですね。ただね、うん、やっぱ日本はやっぱあんまり喜びすぎちゃいけないとか、うん、確かに勢いは出たけども、うん、やっぱコスタリカに絶対勝たなきゃいけないという、まあ逆にプレッシャーだよね、うん、でコスタリカは、うん、やっぱその7-0という負けたことによっての反省、うん、そのシステム変更がどうなるかということだったんだよ。でやっぱこうスペインの時は4バックでやってたんだけど、うん、チンチンにされたんだよね。チンチンってあのサッカー用語なんだけど、うん、チンチンにされるというのはまあパスを回されてスペース使われてゴールをどんどん量産されてるという。今日は日本に対して5バックできたんだよ。それって結構珍しい形なんですか？まあ、珍しい形でもないけども、うん、やっぱこう守り重視に、うん、なるほど、うん、でこっちはカウンター狙い、うん、で日本の方はあのやっぱもうプレスだよね、うん、全体的に押し上げて、うん、ゴールを狙っていくという、いうことで、まあ、やってたんだけども、うん、結果的にこの1点というのは、うん、バックのミスなんだよね。多分吉田麻也という素晴らしいセンターバックがいるんだけど、はいはい、うん、ここにいてで相手がここにいたんだよ。ここは人がいて、うん、ボールを浮き球を出すんだよね、はい、ここの味方の選手に、はい、黒い丸の後ろがゴールですよね。ここがゴール、うん、パッとしたボールでクリアをしようとするの。それが短いあのクリアってことですね。短いクリアの。でこの選手がかわしたんだけどもさ、うん、ただこの選手がこうちょっと絡んだことによってここに2枚いたんだよね、はいはい、相手が、はい、これがふわっとした時間を作ったためにこう寄せることができたんだよ、こうやって、うんうん、ゴール付近だからそれからの失点になったんだけどさ、これはあの意図があったんですかね、その短いクリアって。やっぱね吉田麻也とかうまいんだよね、はい、で海外でやってる選手だからここに浮き球やしたとしてやっぱこの人がやっぱこうチームでは処理してくれるんだろうね、うんうん、でもちょっとずれてるんだけど、うん、ふわっとしたボールが、うん、でこういう選手がやっぱちょっと見えてなかったのかなっていうような感じがしたんだよ、うんうん、もう超素人な考えで言うと、うん、もうとにかく距離長くクリアすればそう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 いいのかなって思うんですよ。そうでもそうじゃないっていうことは何かあったのかな、なんかあったのかなと思って、だからそのやっぱ上手いがためのちょっとミスかなっていう、もう切羽詰まっててさ、うん、あこの選手が怖いっていう風になってくるとバーンと蹴ってたと思うんだよ、はい、向こうに。いやだけどこうやっぱ繋いでいこうとしたんだろうね吉田は、うん、なるほど、うん、だからそのクリアミスがピンチを膨らませてゴールまでつながったという、もう後半の36分ぐらいだっただけに、はい、もうクリアでよかったよね、うん、これ逆にこれ失点できないもんね、うん、ただね 90% 攻めで 10% が守りぐらいの感じだったんだよ。それとさ相手がね5バックを引いてきたっていう、相手の5バックを引いてきた、はい、ね、そしたらさこのサイドをさ、うん、日本は使おうとしても、うん、スペイン戦みたいにスペースを与えてくれないんだよね。スペイン戦7失点のスペイン戦、そうそうそう、はい、これは4枚だったから、これが1人増えることによってこれは完全にここを見られてる、はい、ここも見られてるっていうことで、はい、うん、スペースができないんだよ、うん、
そしたらここの真ん中の選手にボールを一旦預けて、うん、これを縮めさせておいて、うん、スペースを作るっていうことはできないんだよね。縮まらないってことですね。だから鎌田がボールをいい形で受けられないんだよ、トップ下の選手が。だからこのスペースをなかなか使えなかったんだよ。もしもここを突破して攻撃するならば、どういう方法があるのかな、うん、それでね、日本は4バックで始めたの。長友、はい、左がね、はい、長友、こっちが山根。最初はさ、左を使うんだけど、うん、あの相馬と、はい、全くこの選手がこの選手と抜けないわけよ、はい、で長友もここら辺でもたもたして、うん、だけど山根をこれ3枚にして、うん、これを1人消して、うん、長友をここに配置することによって山根を上げたんだよね、うん、で3バックで1枚こっちを増やしたんだよ、はい、そしたらさ、この山根がいい仕事してたんだよ前半。うん、この5バックを崩すには、うん、斜めのボールとか、うん、アーリークロスとか、うん、こういうボールを入れてほしかったんだよ。そしたらトップの選手がここに飛び込むとか、はい、こういうのができるんだよね、うん、だけどここを潰されるとさ、全くできないわけよ、はい、で前半でも一本堂安に山根がパスして、うん、ここをえぐってここのセンタリングがあったんだけど、うん、ああいう形をやり続ければゴールは簡単に生まれたと思うんだけど、うん、で山根が後半変わったんだよね。選手交代したんだよね。これはあれと思いました。俺は山根が一番チャンス作れると思ってたの、はい、で J リーグでも、うん、まあ他の選手は海外でプレーしてるけど、山根は J リーグでアシスト王かなんかなんだよね。うん、だから自分で点も取るけども、たまにね、はい、だけどアシストが半端なくうまいわけよ。なるほど。 だからこの山根のパスワーク、堂安に出したパスとか、うん、でこのクロスとか、うん、ここに飛び込める選手がいないんだよね、うん、だけど山根がやり続けたら俺は点になってたと思うんだよ。だけど山根はなんで変えられたかというと、はい、イエローカード1枚もらっちゃったんだよ。やっぱそこは大きい。いや、そこでもう1枚もらうと、うん、退場で10人になるから、次の試合も出れないし、うん、退場になって次の試合も出れない。じゃあやっぱりその山根選手が交代になった理由っていうのは、もうイエローカードもらったっていうことが一番大きいのと、うん、三笘をこっちに入れたんだよね、はい、うん、三笘を入れるためにあの山根も引っ込めたわけよ。うん、まあイエローカードの関係もあったと思うけどね。うん、だから右はあの右は山根、はい、左は三笘とか、うん、まあ逆でもいいし、うん、だけどそういうことができてれば俺はなんか勝てたような感じがするんだよね。なるほど。でここに三笘がいて、三笘にボールがなかなか入らないんだよ、交代選手、山根に変わった三笘に、うん、もらう時にはもうバックに寄せられてるとかさ、うん、だからなかなか突破できないんだよね。いやだからここで2回ぐらいかな、突破していって、こう突破していったら2人がついてくるんだよね、はい、でここにクロスが入ると、うん、マイナスのクロスが、うん、それでチャンスは2回ほど決めた、あの作ったけどもさ、はい、まあ、それが点にならないというね。だからね、非常に、ただね、プランとしたらね、カタールはちゃんと持ってたね。カタール？あ、カタールじゃん、コスタリカは。はい、日本がここら辺でボールを持つと、うん、ボールを持ったりとかすると、うん、コスタリカは全部自陣に帰るんだよね。おー。で、こうやって。はいはい。で、こう待ってるわけよ、ここら辺で、うんうん。だからここはもうフリーで持てるわけ、ボールは。でも、試合が残り15分になったら、うん、こういった選手たちが前線にプレスをかけ出すんだよね。これで少し日本の守りっていうのが崩されたね。慌てたというかさ、お、なんか違うっていうことで、うん、あの若い選手も使ってきたし、だからまあそこら辺の戦略がコスタリカはあったのかなっていうような感じがするよね。コスタリカとしてはその初戦の7失点っていうのが多分、うん、だから5バックになったんだよね。そうですよね。で、うん、今回の課題が生きたっていうことが大きいということですか、うん、そうそうそう。これね、4バックにするとさ、うん、これは1人いないとするじゃん、うん、ここにボールを持っていくとこれが行かなきゃいけないんだよね。そうですね。そしたらここにスペースができるんだよ。もうちょっとスカスカになってくるんだよね。そうそう。だからここに入れるんだよね、うん、でも5バックだとなかなかそれができない。そうですよね、うん、そうなってくるとやっぱボールをセンターにボールを供給しといて、うん、このライン幅を縮めなきゃいけないんだよね、うん、そしたらここにスペースができるっていうことなんだけどもさ、
なかなかやっぱそれができなかったな。やっぱこう耐え忍んでて時間になった瞬間ぐらいからスピードアップし始めたよね。うん、だからそこら辺のやっぱサッカー見てるとさ、戦略っていうのがさ、うん、すごく分かりやすいんだよね。分かりやすいしハマりやすいよね。うん、うん、さてこれで、はい、今そこに書いてますけど、はい、まあ、勝ち点3のチームが日本とコスタリカ、そうそう、とあのスペインね、まあスペインもね、この後この後ドイツとやるけどね、そうですね、うん、と一応ドイツがまだ勝ち点がない状態で、そう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 、ただ、うん、得失点差の関係で、うん、1位がスペイン、2位が日本、はい、で3位がコスタリカというふうになってるんですが、はい、これまだまだ全然分からなくってっていう状況なんですよね。いや、ドイツがスペインに勝ったとしたら、うん、大混戦、大混戦になるよね、うん、みんな1勝ずつになるでしょ。もうこれがすごい得失点とか全部1勝1敗になって、コスタリカは結構厳しいかなと思うのは7失点が痛いよね。だから日本にもチャンスがまだまだあるけどもね。だから結局ドイツが負けてスペインに負けたとしたらスペインはもう抜けますよ、抜けるよね。ということはメンバー落とす可能性があるんだ、やっぱ疲れとかそういうことも考慮してね。落としても強そうなイメージはまあ確かにあるけどね。もう代表になってる選手どの選手来ても、うん、それはもうトップクラスだろうなっていうイメージはありますけど、まあでもそれはやっぱ心に隙があったりできたりだとか、うん、まあチャンスは生まれるよね、うん、でガチンコも見てみたいけどもね、うん、ドイツみたいにね、うん、でもドイツを破ってるっていうことから考えるとスペインも絶対気は抜かないよね、日本に対して、うん、確かに。まあ面白いよねサッカーも。すいません、なんかほんと素人で偉そうに、もうでも俺がこうテレビ、あのテレビを見ててね、うん、あの感じたこと、うん、俺はなんか今日は山根が起点になるなっていうのがちょっとあったんだよね、うん、まあでもね、いつもの野球と違って、うん、なんか楽しそう、楽しいし、まあまあ批判されてもちょっとこれ俺ど素人なんで、まあ野球のプロであれば批判されるといやこう言い返すネタはあるんだろうけども、なんかサッカーで言われるとちょっとずしっとくるんで、よろしくお願いします。そこら辺はまあでもまあ一ファンとしての試合観戦しての感想ね、うん、っていう程度で見ていただけるといいかなっていう、はいはい、まあでも日本まだね、うん、次があるんで、いやますます面白い、ね、いや本当だね、うん、本当だからまあ頑張ってくれると思うしね、はい、はい、もう期待してます、まあ、いや本当にね、ドイツに勝った時はもう絶対グループステージ突破だっていうふうに思ってただけにちょっとショックだけどもね、うん、だけどもう1試合あるということ、そう、ね、大混戦になってきてるということ、うん、だから何が起こるかわからないということ、はい、ね、シュートが14本打ってもゼロ、4本だけど1本が入ってしまうというね。これ野球でもこういう試合ありますね、まあ、ある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 、うん、だからそういう意味では勝負ごとはやってみなきゃ終わらないから、はい、だからスペイン戦でもね、あの日本の本当にいいところね、うん、献身性ね、耐久性、うん、まあ、そういうものをね前面に出して頑張ってほしいと思います。もうあとは怪我をね、なんとかしないで、怪我人がいるからね、サガイドはね、うん、ちょっとね心配ですけど、まあそうだね、まあ、怪我あとミスないようにいけたらいいかなっていうところですか、ね、はい、はい、まあ、次頑張ってください、はい、応援してます。